季節のフルーツをあったかくして食べるのをやってみようと思います。チャワトゥッティ、すずです。あ、これ切ってきます。見て、この前ホットワイン作った時に皮を剥いたのでこんな感じですけど、これ普通のオレンジです。今日使うのはオレンジ、キウイ、何？洋梨？洋梨とリンゴを使っていきます。こうしてボウルにね、クッキングペーパーを敷いてここに切り入れていきます。今日一人なので少し量少なめに作りますけど、多めに作ってね、みんなでワイワイ食べてもいいと思います。皮切っちゃったけど皮一緒でよかったかもです。こうして切っていってください。で、今回は私干しぶどうがあんまり得意じゃないので入れないですけど、干しぶどうを入れると干しぶどうがすでにちょっと甘いので砂糖とかあの蜂蜜の量を少し減らせると思います。ラフランス。で、今回は干しぶどうは使わずにこの中に八角と、あとシナモンも苦手なのでシナモンも入れません。八角を入れてオーブンに入れていきましょう。で、食べる時に本当はね、あのオーブンに入れる前に蜂蜜をまぶしてた、ね、こう混ぜてからオーブンに入れるんですけど、蜂蜜の量をできるだけこれも最小限にしたいので、私はフルーツだけを温めるためにフルーツと八角だけをオーブンに入れます。で、出来上がりで蜂蜜を混ぜたいと思います。 OK、うん、そしたらここに八角、なんかでもあんまり入れるとなんかまた漢方臭くなっちゃうから1個にします。これぐらいで足りるよね。なんか1人分にしてはかなり量が多いかも。こうしてなんていうの、キャンディー包みみたいにね、できました。それではこれを入れてきます。あれかな、かわいい、見てすごいかわいいこれよし、じゃあオーブンに入れてきます。さて、15分経ちました。いい匂いがしてきたので、ほっ、汁が出てる。美味しそう。さあ、そしたらこれをこのまま食べてもいいんですけど、何しろね、蜂蜜をつけなきゃいけないから、その前に私は蜂蜜じゃなくてギリシャヨーグルトがあるので、このギリシャヨーグルトに混ぜて食べたいと思います。ギリシャヨーグルトこうやって入れて、フルーツたちを入れます。あったかくしたことにより絶対甘みが増してるので、この蜂蜜はね、一体どれぐらい足したらいいのかっていう、まずそこなんですよ。このフルーツにも果糖とかいう、なんかほら糖分が入ってるでしょ。じゃん、完成です。いただきます。バニラアイスの上とかにのっけても熱いと冷たいで美味しいと思います。いただきます。うん、いいよ。はちみつをここでつけたい方ははちみつを足してくださいね。ちょっと足してみようかな。ほら、これ蜂蜜足しました。いやー、美味しそう、見て、うん、火を通すと甘くなりますね、やっぱり。で、イタリア発酵食品がねあんまりないので、納豆とかキムチとかそういうのがねないから、こうやってね一生懸命ね、ヨーグルトを、しかもヨーグルトは糖分が高いから、なんだっけ、ギリシャヨーグルトの無糖のやつを食べてます。八角もね、漢方臭くなるかなと思ったらそうでもなかったです。キッチンペーパーを
開けた時にちょっとふんわり八角の香りがするってぐらいで、そんなにカンポンっていう感じの味じゃないです。お腹いっぱい。はい。